司会。こんにちは。こんにちは。うなぎリベリベンジ。リベリベンジですね。リベリベンジ。今んとこ2連発で、食べれないやつ。食べれないサイズ。ちっちゃかったね。そろそろでかいの欲しいですね。欲しいですね。釣るよ。なんか特産釣るよって釣れた試しながもんね。あるある。釣ったよ。何何釣ったっすか。濃い2分の1ぐらいもんな。ブラックバスも釣ったよ。あ、釣った釣った、ちっちゃいもんな。味もあった、味も大したことないやつやもんな、いつもふんって今日釣ってね、頑張りましょう。うなぎ釣り、うなぎさ、リベリベンジ、リベリベンジ、やろやろ、準備しよう。再リベンジ、はい、はい、準備してください。準備してください。僕の竿も作ってください。ミミズもつけてください。全部やってください。ミミズ、はい、大関ミミズ、めっちゃいかがよ、ほらでかく、ベライフとか、ベライフとか、ほら、すげえ、いや、マジで、なんか声、昨日川におった、マジで、でかでか、昼の音した、ちょっと期待できる、はい、これめっちゃ太か。では、そのミミズを食ってみましょう。おいこれマジで大関ばい、怖い。どういうこと。横綱大関の大関やろ。大関やろ、そういうことやろ。これベライフとか。ちょっと今日期待できるっすね、マジで。視聴者の人に感謝せんかんね。お、大関ミミズがいいっちゅう、さすが。ダウンショットみたいになってる。なんか昔ながらのうちの親父式。重りから落ちて、こっから分岐して、そうそう、ミミズ。そう、何の器具もなさよ。そういう目だけ。それで、本当はここにももう一個つけて、ごまんしてしたりして、2個とか。ああ、なるほど、なるほど。3個とかつけて、親父に教えてもらう。へえ。そういうやり方もあるんですね。でも最近の親父は小安仕方しようじゃねえか。違うんですか。教えて食いしゃべ。めんどくさなけ。変わってしまったんですね。竿、うん、のいっぱいあった方がさ、釣れる効率上がる。10本とかしてたもんね。あ、結構並べと人並べてですもんね、本当、ね、うん。並べまくって、それでほら頑張ってさして、はい、1日1本とか2本とかの人たちもさ。竿は、ふくらでん投げてもらってるか。竿は投げですか。竿じゃなかねえ。竿は投げちゃう、目もこたまなかねえ。なんでですか。北海道はたか。佐賀弁、俺佐賀出身なのになんかわかんない。マジでいいよ、ほんといいよ、嘘やろ。いや、わかる、わかるの。ただ、あの特産は佐賀弁だから悪いんじゃ、わからないんじゃなくて、滑舌が悪いんじゃ。そっちか、そっちか。滑舌のモネった。はい、これちゃんとウェットティッシュあるよ。やったー。おお、なんか綺麗な釣り場心がけた。当たり前やないですか。はい、つけて。はい、つけて。ちょっと待っときにしゃい。また。いや、ほんとこの間掘ったのと同じぐらいの太さ。うん、ね、この間太かった、はい、掘れたって言ったけど。はい、そうね。うん、こんくらいやった。竹もあるよ。じゃあ、畑を投げるよ。はい。これは、こっち側。いくよ。うん、ど真ん中。しかもさ、いやだってなんか、いや今日ね、旗、あの今日 お給料日やったけん、竿とリールば買ったさ。お、その一発目の塩、バスロッドの塩。うなぎ釣り。釣りあ、そういうことだ。今日買ったゾディアスのミディアムとスコーピオンはうなぎ釣りが初回の塩になります。これで釣れたら面白いですけどね。今満潮やね。おい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 、あー出ないっていうのはさ、勢いよかった。またすっか。もう疲れやろうと思ってもなかろうと思ってたけ、おいおい時間ば調べよったわ。ほら変に言ったけ、変になった画面の。なんじゃ変になった画面の。何この画面、あのと。え、マジで？やった、うなぎや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 、おいおい、うなぎや、うなぎや、なんなんだよ、なんなんだよ、やった。でもまた食べれるサイズじゃない、じゃない。これミミズのちょっと腹が痛くらいしかなかった。あー、やばい、やばい、それやばい、まあ、マジうなぎ釣れたんや。しかも、段ボールでちょうどうなぎ釣れたし見えてない。
やばっか。釣れとんやん。釣れましたよ。これのバスロット一発目。マジで。買ったばっかのバスロット。一発目。また30センチぐらいやね。ミミズの腹かいたことある。腹かいた。マジか。大盛りの一部になった。じゃ。じゃ。シュリンプ。シュリンプ。久しぶり、宗男くん。久しぶり。生きとった。宗男くん生きとった。あ、半分死んでたよ。もう1ヶ月ぐらい出てないやん。 お待たせしました。誰も待ってない。待ってない待ってない。誰も待ってない。筑後川で今回はシーバス釣りをします。あ、はい、久しぶりに出たのにシーバス釣り。バスやバス。まあ一緒のバスやけんね。鈴木か。宗男何しよったと今まで。家のことでまたまた。結婚して。はい、やっぱあれだね。結婚やめとこ。結婚やめとこ。結婚はね、おすすめしねえよ。おーい。引っ越まして、うん、ちょうど引っ越しとかもいろいろかぶってさ、バタバタとやっております。結婚したらもう自分の時間がなくなるもんね。うん、マジで全部家族の時間になるからね。マジでよ。だってたまに思うもん、俺今いるかみたいな。どういうこと。いや、この時間俺行ったのっていう時がたまにある。あ、でももう常に。でもね、宗男くんね、出れてる方だよ。うん、俺の友達の結婚してる人たちはね、1年に1回遊びに行けたらいい方っていうぐらいだからね。まあ出てる方やろ。そうね。うん、まあだから久しぶりに釣れたらいいね、宗男くん。久しぶりに来るから。神様お願いね。じゃあまず宗男くんカメラからやってね。はい。一切最後までカメラで終わる。だから酷な話。釣り自体行けてないからね。釣り岡はシーバスメインで釣り行ってシーバス釣ったことない、ね、ないよね。サップの時も結局シーバス狙いじゃないからね。で、泳がせ釣りもブリ狙ってシーバスだったしね。実は去年ね、俺とヨーライさんで1週間毎日多分行ったね。9月に、多分9月ぐらいだったよね。秋ぐらいに毎日1週間行き続けて、うん、2バラシぐらいで終わったよね。バラシたんだよ。筑後川行ってたんだよね。でももう全没だからね。うん、わしら釣れなかったら没だからさ。全没になってしまったんだよ。まあそんな感じでちょっと今回は有力情報あり、あの釣りいろはの林先生からが言ってたらしい。今日は釣れるよ、釣れる日だよ。じゃあ釣れんかったら林先生、林先生のせい。あ、なるほど。まあそういうことで頑張りましょうか。はい、じゃあ行ってくるぞ。せーの、ウェーシュ。早くない。さあそういうことで、え、根掛かりやろ。あそこ杭ある、ちょうど杭がある、そこ。言わない。でさ、宗男くんがいないと思うじゃん。宗男くんはね、もう準備に時間がかかるで有名だからね、置いてきました。でも10分後ぐらいに来ると思う。この間ね、普通にね、この濁りでも見えるぐらい三重シーバスいたよ。いや、全く無視されたけど、一番表層を泳いでた。シューって、ほんとこの濁りで見えるぐらいギリギリトップを泳いでた。これも投げよ。俺ね、これね、徳さんのピンクのおじさんのお兄さんにもらった、これバイブレーションになるのかな、まあ、これ投げてみます。シーバス用らしい。マジ？なんや、なんか沈んどっちゃない、なんかゴミ。お、よかったね、よかったね、危なかったね。ここら辺こう、こうある。そこに淀みあるやん。あそこがちょうど仕切られてると。お、来た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 。おお、シーバス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 、タモお願い、タモお願い。たぶん60ぐらいありそう。おお、わ、バレだ。めっちゃ引いた。いや、もうバレた。めっちゃ引いた。ドラグ調整せんと無理よこれ。最後グーンってきた。グーンってやばいぐらい引いた。ちょっと待って、
あーバレた、バレたバレた、あーシーバスと思う。バスやん。取れてる。バスやん。プリプリのバス作った。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。うわ、腰振るよ。あ、あ、やったよっしゃー、よし来た来た、よし、おほほほほ、久しぶりのバス、入んないで、よし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 、おらいしょー、フィッシュ終えました。やった計測、じゃ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 ーん、三六三七に届くか届かないか、届いとるか、三七、よし終え。